トリーア選定公、期トリーア選定公の紋章トリーアの大聖堂トリーア選定公は新生ローマ帝国の選定公の一人である。選定公も参照新生ローマ帝国では1198年から皇帝を選挙で決めるようになった。その投票権を持つ者を選定公という。選定公は、はじめは帝国大最相であるマインツ大司教。 イタリア王国大宰相である、ケルン大司教、ブルゴーニ王国大宰相であるトリーヤ・ヒロツカサ教、大前頭である、ライン宮中博の4者だった。この4名は、ライン川流域の有力者である。13世紀になって、これに、式部長である、ザクセンコート自重長である、ブランデンブルク編教博、建築自重長である、ボヘミア王が加わり、選定校は7名となった。 これらの資格や選挙手続きは金印直書で定められている。17世紀にはプファルツ選定校に代わってバイエルン校が加わった。プファルツ選定校くらいは間もなく復活したが、形式としては新設の形をとっており、8選定校の中で最下位に位置づけられた。さらにブラウンシュバイクリューネブルク校も加わった。聖職者であるマインツ大司教、 ケルン大司教、トリイ大司教三章会選定校、世俗の両方君主である、選定校、世俗選定校などとも言う。正解諸公と世俗諸公の最大の違いは、正解諸行意は、世襲が行われない点にある。そのため相続による騒動や、領土の分割は発生せず、長い新生ローマ帝国の歴史の中でも、世俗諸公領に比べて安定していた。 大司教が死ぬなどして退くと、聖堂参事会による選挙が行われ、ローマ教皇の承認を経て、新しい大司教が助任される。さらに新生ローマ皇帝の承認によって、選定行為が授けられる。実際の選挙が行われる際には、鳥居や大司教は7名のうち最初に投票を行うことになっている。世紀には、プファルツ選定が廃止され、世紀には、 トリーア選定行為が消滅し、ザルツブルク選定行、バーデン選定行、ビュルテンベルク選定行、ヘッセンカスセル選定行為が新設された。トリーア大司教も参照。皇帝のパレードで地球儀を掲げ持つ。皇帝のパレードで剣を掲げ、皇帝を先導する。皇帝のパレードで王爵を掲げる。皇帝が臨席する祝宴では、ボヘミア王が皇帝へ。 最初の杯を渡す。基本的には、トリーヤ大司教が自動的にトリーヤ選定校となるが、教皇の承認と皇帝の承認のタイミングによっては、在任期間にズレが生じることもある。例えば16世紀前半のトリーヤ大司教リシャートは、1512年4月にトリーヤ広司教に就任したが、選定行為が承認されたのは8月に、 なってからだったドイツにおける聖職者の序列では、マインツ大司教が1位である。皇帝選挙では、マインツ大司教は投票の進行役であり、投票順は7名の最後である。すなわち、投票が3対3だった場合には、マインツ大司教が皇帝を決定することになる。ライン級中白が、バイエルン行為を相続したことによる。ありがとうございます。